長堀財牧師長堀石浜長堀川は、かつて大阪府大阪市にあった運河。埋め立て後は長堀通りの一部区間となっている。長堀川に架かっていた橋の名称は、現在も交差点、駅、バス停などの名称に使われており、著名なものの一つに心斎橋がある。東横堀川の末吉橋下流より分流し、西に向かって流れて木津川の白楽峡下流に注いでいた。長さは約 2.5km、幅は約30から40メートル。途中で西横堀川と交差していたことから、この交点より下流を特に西長堀川と呼び分けることもあり、埋め立て後も西長堀という地域名として使われている。また、西横堀川交点には、口の字型に4つの橋が架けられており、これが四つ橋と呼ばれるゆえんである。長堀川は、同点より上流では、船場と島の内の境界を、下流では月船場と堀江の境界をなしていた。難波長堀心斎橋記によると、開削された時期は1622年、開削者は、伏見から移住した有力町人の三須清兵衛、池田屋次郎兵衛、伊丹屋平右衛門、岡田新さんらが中心になったとされる。また、道頓堀川と同様に全くの新規開削ではなく、開削以前にあった小河川を拡幅したものと推測されている。さらに、西長堀川の区間は1622年以前に完成していたという説が有力である。開削者の一人である岡田新さんは、美濃屋心斎と称して長堀川沿いに居を構え、心斎の屋敷前に架けられた橋が、心斎橋の由来とされている。また、開削者たちの名前は、長堀川沿いの町名となり、上流から長堀次郎兵衛町、長堀心斎町、長堀平右衛門町、清兵衛町の町名が1872年の改称まで存在した。最上流部付近では、船場側となる長堀橋本町に平野七名家の筆頭であった末吉孫左衛門の別邸があり、島の内側となる長堀重左衛門町には、大阪道吹屋の筆頭であった千億が本店を構えていた。西長堀川の区間には、土佐や阿波などの材木問屋が多く立ち並び、鰹座橋付近には土佐藩の蔵屋敷があった。上流から大阪の橋218ページ、大阪の橋231ページ。ありがとうございます。